はいどうも皆さんこんにちは、 HA スタジオのブーブーです。今回はマインクラフトバージョン 1.14 で追加されるコンポスターの使い方や使用レシピを紹介していきます。まずコンポスターの作り方は木材を下3つ、そして木のフェンスを両脇に2つずつでこんな感じに作ることができます。ではこのコンポスターどのように使うのかというと、このように余った種や苗木などを持ってコンポスターを右クリックでこのように肥料を貯めていくことができます。そして最終段階に達するとこのように上部が白くなって右クリックで骨粉を回収できます。はい、そしてコンポスターに貯められるアイテムはこのように確率で分けられていて、確率が高ければ高いほどクラフトが必要なアイテムだったりします。それではそれぞれの確率の比較を見ていきましょう。はい、このようにおおよそ確率の高いものから溜まっていきます。はい、見てもらうと分かるんですけども 10% ではかなりのアイテムを消費します。そしてコンポスターはホッパーに対応しているので、このようにリンゴを入れれば自動で肥料が溜まっていきます。はい、そして下のチェストにはしっかりとこのように骨粉が溜まっていきます。ホッパーは横から投入することはできません。またレッドストーンコンパレーターを置くことによって最大8マスのレッドストーン信号を送れます。また大釜と同じようにコンポスターもこのようにプレイヤーがブロックの中に入ることが可能です。コンポスターはピストンで押すことはできません。はい、ということでいかがだったでしょうか。今までチェストなんかを圧迫していた余った種や苗木などをね、骨粉にして有効活用できるので、農業には欠かせないアイテムになるんじゃないかなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。